こんにちは「ビーーートルルズワールドニュースです今日はザ・ビートルズ・レガシー・パート2・ブルー」1967年から1970年「チャプター1」をお送りします。なお、この動画はインタビュー形式ですので、翻訳が難しく、意味がわかりにくい部分がありますが、その点はご了承願います。こんにちは。私はビートルズの音楽の遺産をご紹介するケビン・ハウレットです。パート2は グループのアルバム1967年から1970年までの新しい50周年記念版からのトラックからです。このブルーアルバムについては、ビートルズに加えて、プロデューサーのジョージ・マーティン、マーク・ロンソン、ビック・ルービン、ボブ・シーが、デイブ・グロール、トム・ペティなどのミュージシャンからのコメントを聞いてみましょう。彼らはちょうど世に出ていました。その前にはビートルズがいて、他のみんなもいて、みんなは偉大になれるけど。 ビートルズが先頭に立っていて、それは反論の余地なく真実で、振り返って音楽の歴史をたどれば、それは明らかに起こっていたことであり、当時はそれが明らかだった。ビートルズのブルーアルバム、マジカル・ミステリー・ツアーに収録されたレッドとブルーのコンピレーションの新たなエクスパンデッドバージョンは、ビートルズの最後のシングルのエキサイティングな到着に伴って、2枚のダブルの LP コンピレーションが1973年に初めてリリースされ、 グループが解散してから3年後、彼らは1960年代にビートルズの物語を見たり聞いたりしたことのない新世代のファンに歓迎された1963年と1969年に同じ場所で撮影されたビートルズの印象的なジャケットは映画監督ピーター・ジャクソンの足を止めた12歳か13歳になる頃には本当に欲しかったプラモデルを買うために十分な小遣いを貯めていました私は2、3年前からそれが欲しかったのです 132スケールの砂漠迷彩の爆撃機で、側面に大きな赤い蛇が描かれています。それで、私は電車に乗って、ウェリントンに行き、ホビーショップに向かい、私はとても幸せでした。その日は、大きなスケールのモデルを手に入れる日でした。そして、ホビーショップに向かう途中で私はレコード店を通り過ぎました。そして、ウィンドウには、2枚のアルバム、ビートルズのレッドのアルバムとブルーのアルバムがありました。 初期のビートルズと1969年のビートルズと階段の2枚の写真を見て、私は立ち止まって、店に入り、これらの裏面のトラックリストを見て、いくつかの曲を知っていました。そして、それらは本当に素晴らしい曲だと分かりました。その曲が何であるかを知っていましたが、でも、曲の多くを私は知りませんでした。その瞬間、ポケットにあったお小遣いで、それらの2枚のアルバムを買わなければならなかったのです。そして ホビーショップには行きませんでした。私は今日まで、その砂漠迷彩の爆撃機のモデルを持っていません。ええと、それはビートルズの音楽ジャーナリストの私の愛の始まりでした。ビートルズの夢の著者、ロブシェフィールド・フィールドも、レッドとブルーのコンピレーションのポータルを通して、ビートルズの広い世界に入りました。私にとっては間違いなくレッドのアルバムです。子供の頃、私は初期のヒット曲に夢中でしたが、そのブルーのアルバムジャケットを見ると、 うん、これは同じバンドなんだ。彼らは少し年をとって彼らの何人かはひげを生やしています。髪の毛が少し長くなっているけどねあのパッケージは物語の2つの側面を同じように表現していることはとても素晴らしいです。元気いっぱいのデイブ・グロールはレッドとブルーのアルバムに合わせて演奏してギターを学んだけれども2つのコンピレーションに収録されている音楽の驚くべき違いに衝撃を受けた。僕は 抱きしめたいとか 8DaysAWEEK を聴いてサージェントペパーズやホワイトアルバムを聴いて本当に神だと思ったんだ。ブルーのアルバムに収録されている曲は1966年8月以降、音楽的にフラストレーションがたまりしばしば危険なものとなったコンサートツアーをやめるというビートルズの決断に続く時代に作られたのと同じ4人で彼らはソングライティングと先駆的な仕事に全エネルギーを集中させることができた。 みんなはコンサートを聞いていなかったしいつも叫んでいたんだ。僕らはただスタジオに入りたかっただけなのにツアーに出て少しペースを落としたかったんだ。僕らは何かを発明していたんだ忘れないでほしいつまり僕らはどうやって確かめるかを考えようとしていたんだ。少なくともイギリスでは入手できなかったサウンドや今では当たり前になっているようなものがたくさんあり1967年2月のセッションで発明されたものばかりでした。 ザ・ビートルズは彼らのキャリアのこの新しい段階の最初のディスクをリリースしましたテニー・レインとストロベリー・フィールズ・フォーエバーですスペインで撮影しているところを見たんだけど私は歌についての大きなシーンを経験したんだそして A とそれを書くのに長い時間がかかりました私はすべてのビットとビットを書いていました私は歌詞を会話のようにしたかっただけですそれはうまくいきませんでした私たちが話しているように あなたが知っているように、私はたまたま歌っていたのですが、それはとても静かだったのですが、それは WR で、このような大きなスパニッシュハウスの一部で、その後、あなたが知っているビーチで終わったことは、本当にロマンチックでした。シングル、テニー・レインの反対側に収録された同じく画質的な曲、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーは、ザ・ビートルズの野望がスタジオで広範囲に及ぶことを示していたが、 作曲家のハワード・グドールが説明しているように、この曲を際立たせたのはレコーディング技術だけでなく、ジョンとポール、特にポールが楽器としてのピアノに向かっていることは非常に顕著であり、これは様々な影響をもたらしている。もちろん、ハーモニーに影響を与えるのは和音の弾き方、ピアノでの発音の仕方、ギターの発生の仕方ですが、そのハーモニーの洗練さにおいても、ピアノの影響が聞こえてくるのは間違いありません。 それ以上に50年代のロックンロールでは、伝統的にリズムは基本的にギターとドラムであったにもかかわらず、ピアノでグルーブを作られるようになったのです。ビートルズやテニー・レインでは、ピアノでその最初の部分を弾くと、そこにあるすべてのグルーブがすべて交差するリズムが脈動し、テニー・レインのピアノによって判明したのですが、それはただの1台のピアノではなく、ポールがさらに演奏した複数のピアノだったことが分かりました。 お互いのことを考えてピアノを重ね始めたことは、その曲にとって本当に重要でした。そこにあるすべてのグルーブ、すべてのクロスリズム、パルスなど、すべてがテニー・レインのようにピアノによって作成されています。一台のピアノだけでなく、ポールがピアノを重ねて弾き、ピアノを重ね始めたのが、この曲にとってピアノは本当に重要だったのです。ジョージ・マーティンにとてもクリーンなレコーディングのようなことを言ったのを覚えている。 当時はクリーンサウンドに興味があったのかもしれないがビーチボーイのようなものに興味があったんだけど砂時計を持った消防士とかそういうのは僕らが試していたんだちょっとしたアートちょっとした超現実主義みたいなところに入ろうとしていたんだそれらはすべて実在のものに基づいていたんだけど彼が持っていた理髪師のビエッティがいた一方で彼は理髪店が持っているすべてのヘアカットの写真を持っていたのでそれを行うことができます。 あなたが知っているのは床屋が窓に彼女のカットの写真を載せている代わりに彼が知ってうれしかったすべての頭にそれを変えることだけです。バーバラが展覧会のように写真を見せているのはすべてそれをもう少し芸術的な角度にひねっていただけです。少しもう少し演劇っぽいもう少し超現実主義で子犬を売っている看護師、あなたは私たちの記念日を知っています。そして彼女はまるで演劇の中にいるかのように感じます。 でも、彼女はとにかくそのようなことはすべて小さな種類でした。私たちが行こうとしていた気まぐれな小さなこと、つまりテニー・レインは家からジョンの家に行くのに乗り換えなければならなかったバス停であり、私の多くの友人にとってはバスの大きなターンだったので、誰もがそれが次のことを大幅に減らすことをよく知っていました。それは本当に好奇心の問題でした。私たちが持っているものを超えて、 彼らは実際に私にに私非常に多くのこととを期待していたと思いた思ます。なぜなら私たちが最初に会ったとき、私は彼らに有名だったからです。なぜなら私はピーター・セラーズのレコードやコメディのレコードなどを何面もやっていたからです。私はいわゆる音で絵を描いてきました。あなたは知っている、小さな画像、さらには電子的な画像も構築します。いずれにせよ、彼らは何か違うものを期待していたし、他の人々がそうであったように。 彼らは本当に自分たたた。ちの声を聞きたくなかったジョージ・マーティンは、1962年のファーストシングル、ラブ・ミード以来、ザ・ビートルズのプロデューサーを務めていたジョージ・マーティンは、バンドがさまざまな速度でテープを逆方向に流す実験的な段階に入ったとき、彼はスタジオのルールブックを転覆させる熱心な見方だった。以上、ザ・ビートルズ・レガシー・パート2・ブルー、1967年から1970年。 チャクター1でした。言葉でわかりにくい部分が多々あったと思いますが今回もご了承願います。あまりにも「今回、大変でしたので「チャクター2を掲載するかどうかはアクセス数で判断させていただきます。新年早々このような調子ですがこれからもビートルズワールドニュースをよろしくお願いいたします。